さあ来ました。あるんでしょうか。回転と同時に謎の人もいると言ってたんですけども、誰もいねえな。終わりま勝利しました。でんゲットです、ゲットです、ゲットです。はい、いやね、もう並んでる人いないじゃないですかって思ったんですけど、まさかの開店直前になってすごい人数来てまして、もうこれ僕買い終わった後10人ぐらい並んでたんで、15個しかなかったんで、またもうこれ速攻で売り切れますよね。いや、よかったです。食したいと思います。はい、さあ無事にゲットいたしました。シウマイ弁当でございますね。こちらにも書いてるんですけども、マグロの供給不足により一時的にマグロの付け焼きを鮭の塩焼きに変更しております。さあいざちょっとこれを開けていってみたいと思いますよ。ついに念願叶いました。これ難しいね。自分でね、これ手を広げながらね、やり間違えてこうやってやりとね、からもねでもね、まあいいもんかな。さあどうなってんでしょうか。じゃん、こちらです、こちらですね、こちらでございます。はい、これが、普段はマグロになってるということですけど、ちょっとお手手で失礼したいと思いますけど、あー見えましたね。ここがいつもはマグロっていうことなんですけども、今日は鮭になっております。さあ持ってきましたよ、シウマイ弁当。あー美味しそうですね。それではついに鮭いただきたいと思います。うん、あ、美味しいね。塩加減はねちょうどいいです。うん、あとね、何がいいかっていうとね、骨がない、最高。ごちそうさまでした。なかなか食っていうところもね、まさかこんなね動画にできるかとは思ってなかったんですけど、今日はこれね、シューマイがねもうちょっとね、僕個人的にはね多いといいなっていつも思ってるんですけど、なんかこの中身をこう配分選べるっていう、なんかそういうイベントをやってくんないかなと思ってます。ありがとうございました。それでは今回も最後に川柳を一句読ませていただきます。今回は崎陽軒回転ダッシュでゲットだぜっていうことでね、まああの崎陽軒のシウマイ弁当っていうのはですね、あの包みが黄色っていうこともありまして、ポケモンゲットだぜ、ポケモン、あ、ピカチュウ黄色、あ、そこにもちょっとかけてっていうことです。はい。